ブラウン郡はアメリカ合衆国ネブラスカ州に位置する郡である。2000年現在人口は3525人である。ここの郡庁所在地はエインズワースである。アメリカ合衆国統計局によるとこの郡は総面積3173平方キロメートルである。このうち3163平方キロメートルが陸地で10平方キロメートルが水地域である。 総面積の0.31%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口3525人、1530世帯及び996家族が暮らしている。人口密度は1平方キロメートルである。1平方キロメートルの平均的な密度に1916件の住居が建っている。 この軍の人種的構成は白人98.64%アフリカン・アメリカン0.03%先住民0.20%アジア0.26%太平洋諸島系0.03%その他の人種0.23%および本欠0.62%である人口の0.82%がヒスパニックまたはラテン系である この郡内の住民は24.80%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が5.20%、25歳以上44歳以下が22.80%、45歳以上64歳以下が24.70%、よび65歳以上が22.50%にわたっている。中央値年齢は43歳である。 女性100人ごとに対して男性は96.50人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.30人で、ある。この群の世帯ごとの平均的な収入は28,356米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は35,029米ドルである。男性は23,986米ドルに。 対して女性は17,135ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は15,924ベイドルである。人口の11.10%及び家族の8.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の14.70%及び65歳以上の6.80%は 貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。